皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。なんか最近もね、めっきりもう冬が近づいてきて、なんか寒くなってきましたよね。皆さん、風邪とか体調管理大丈夫ですか？本当に、気をつけてくださいね。で、今回はですね、もう早速もうご紹介させていただこうと思います。こちらですね、ついに、ですね、フライバッグから、新色が登場しました。こちら白色も見ての通り白色なんですけど、結構以前のねバージョンだとちょっと見た目が紙っぽいっていうので、ちょっと紙っぽい、やっぱり紙っぽいんでちょっと持つのが恥ずかしいなっていう、まあお客様も実際に、いらっしゃいました。まあそういった声をですね、まあ反映したんだとは思うんですけど、まあこういったちょっと見た目ね、そんなに紙っぽくもない、トートバッグが出来上がりました。ちょっとそばでね見ていただこうと思います。まあちょっとシワがある分ね、そうなのかなとは思う感じなんですけど、まあこういったブラウンの茶色のところなんかはね、ちょっと革っぽい感じにも見えて、結構ね上品な、ちょっと高級感のある、革に仕上がってます。で、前回、ごめんなさい、前回というか以前のね、フライバッグのトートバッグとの違いなんですけど、まずこちらですね、ここの部分がですね、以前これはこういったものついてなかったんですけど、まずまあこういった、こう開けやすいようにこういうふうにこれがついてます。で、ファスナー部分なんですけど、こういうふうにね、ゴールドにしてちょっと上品な感じに仕立て上げられています。で、次にですね、こちらちょっと色的には分かりづらいかもしれませんが、以前はねグリーンだったんですけど、このシリーズに関してはこうちょっと大人っぽいね、ブラウンになっておりますので、結構失礼しました、結構ね上品に、全体的に上品に仕上がった感じとなっております。だからね、今までの、まあ当然ね機能性はもう全く変わりませんので、もう軽くて丈夫でね、水もしっかり弾きますので、そのあたりは変わりませんけど、プラスアルファすごく上品な、カバンになったかなと個人的には思いますので、ですね、ブログの方にも書きましたけど、本当にクリスマスプレゼントか、とかにね、こういったプレゼントもらったら結構嬉しいんではないかなと、個人的にはこういうのもらったらすごい、嬉しくてすぐ使っちゃいますので、まあよければね、またブログの方ね、よければご覧になっていただいて、はい、どういったものかじっくり見ていただけたらなと思います。はい、今回はちょっと簡単に、紹介させていただきましたけど、実は、このシリーズ他にも、若干ですが新しいのが入ってきてますので、またご案内の方させていただきたいと思います。今回は以上となります。どうもありがとうございます。